よう。はい、どうも。じゃあやっていきましょうか。一応ここまでまできましたね。ほぼボディの方が完成してきました。まああとは細かいものをつけるわけですが、今日はここですね。これ最初もうつけるのやめようかって言ってたやつなんですけど、せっかくつくんでつけそうなんで、ちょっとつけたいと思いますが、このままでは加工が入らないと。ということで、こっちを削っていかないといけないということになりますんで、もうちょっとこれを倒した状態でね、これを削っていきます。で、今測った限りでは、ここのビタビタを削れば、ある程度入っていくんじゃなかろうかというふうな感じで、あと調整ですね。で、どこまで削るかを、持っていくわけですが、こうバンパーがこう来るんでね、このバンパーの縁からこう当たって、見えてるかね、ここバンパーのね、この部分からこの先っちょまでですね、を切るという感じでいくんですが、だいたいちょっとここに隙間空くのはね、普通のトラックでもたまに空いてるのがあるんで、別にそこは気にしないでいくからとして、だいたいここね、ここからいったらこの辺で反対も合わせて、合わないと、この辺という感じで、あとはもうこの線に合わせるように削っていくっていう形ですね。で、こいつは本体はちょっと横に逃がしといて、で、これのここをこういう感じで削っていくとね、こういう感じで削っていくと、多分こんぐらいでいけると思うんですが、あとは調整ですね。調整しもって削っていくっていう感じでいいと思います。ということで、これを何で削るか、久々の文明の力を引っ張り出しましょう。こいつね、ある程度はこれでちょっと削っていくって感じで、で、あんまりね、粉は出したくないんですけど、これで、やっぱり、これはあれがいいっすね。ワイヤレスが一番いいな。やっぱり充電式のワイヤレスが一番いいですね。で、この辺で削っていきましょうか。意外とね、ピャッと削れるんで。本当はね、これね、鉄物削るときはね、これちゃんとしっかり締めないとダメなんですけどね。これはそんなにいらないと思うんで、
怖いな。結構削れるんですよね。で、ある程度のとこまで削って、行く感じかな。結構怖いんですよこれ。怖いんですよこれ。はい、だいぶ削れましたね。こっちが全然だな。こんな感じですかね。割とパツパツまで削らなあかんと思う、多分。で、ある程度削ったところで、あとはまあそうですね、こういうねヤスリでゴリゴリと。これ削った後はあれです、こっちがあんまり綺麗に削れてないな。こんな感じでね、綺麗に削れてるかどうか神のみぞ知るだな、これは。こんな感じですね。もうちょい削らんといかんかな。こんな感じで中ラインに沿って削って、で入るか入らないと。やっぱ結構削らなあかんな。あのね、ここのね、この縁でギリギリっぽいんですよ。だからこの縁から出てたらやっぱりダメっぽくて、この縁ギリギリをやっぱり削っていかんと。つけてね、こっちギリギリまで削らんっていうかね、っぽいんですね。あ、折れちゃった。折れちゃった。まあいいか。この辺までギリギリ削らないとダメっぽい。こんな感じですね。で、こっちも。あ、こっちも折れた。やっぱ弱いな。隙が甘いとか弱いんですよな。
な感じかな。さあこれがちゃんといけてるかどうかなんていうのはもう神の御ぞ知るですからね。さあこれでどこまでいってるか。入るっちゃ入る、入るっちゃ入るけどきつい、まだきつい。ちょっと広げ気味に、広げ気味でもまだきついんか。そして先っちょが当たるね。あーやっぱり結構ギリギリまで削らんといかんな。やっぱさっきの線は間違ってないっていうところですな。ということでこれをもうちょっとこういう加工をねしだしたらね、もうほんとね止まんなくなっちゃうんですよ。だいぶ削りましたよ今。この黒がなくなるまではやっぱり削らないといかんみたいで、だいぶ削りましたね。ちょっとこの縁まで削っといた方が良さそうな感じ、雰囲気かな。これ補修はまあどうせあのあれでやりますから、あのなんだあのタッチペンでもう補修しちゃいますんでね。折れたところはもうしょうがない。でこれを軽くこすっといて。ここで入るからで結構きれいに削れたとは思うんだけど、あーでもまだもうちょっと削らんといかんだろうな多分。入るのは入る。けどもうちょっとだね。もうちょっとやっぱりこっちはもうそろそろだけど、こっちがまだ、うん、もうちょっとだな。もうちょっとだね。こっちがもうちょっと。創作意欲を湧き立てられるこういうもんはね結構嫌いじゃないんですけどね。ただちょっとやっぱりホコリが、さてうまいこと入るかね。もうちょいか。
こんな感じ。うん、こんな感じですね。もうちょい入れてもいいかな。もうちょい、ここ揃えるんだったらもうちょいだね。こんな感じで、まあこれでも大体いってるからいいと言えばいいと言えいいんですけどね。もうちょっと広げるっていうところあるな。広げるんであればもう素直にさらっとここを、ふふふふっとね、広げてやって、こんな感じかな。あんまりやりすぎてもね、隙間だらけになるとね。止める方法はね、別であるんですよ。だからそれは、ね、心配しなくていいんですけど、さあこんな感じで、今何分？16分？でね、ざっとまあ軽くヤスリで吸って、位置合わせだけはねしっかりしとかないとねいけませんのでね、これだけはしっかりしときましょう。でこれでスッと入ればね一番問題なし。まだ引っかかりがあるな。ちょっとまだ引っかかりがあるな。やっぱりちょっとあの先っちょだな。ここだね、この角がやっぱりまだもうちょい欲しい。さあ、しっかり削りましたよ、今まで。これで、うまいこといくかどうか。ね。やると。いう感じですね。これさえ決まっちまえばね、あとはもうそんなに難しいもんではないです。いいね、このぐらいだね。うん、このぐらいだね。よし、これで決めちまいましょう。これ以上はね、まあここ隙間あるのは別にね、あの現車でもここ結構隙間ある車とかいっぱいあるから、まあ別に気にはしないでも大丈夫かなとは思うんで、うん、これでいきましょう。で、これを止める方法なんですけどね、こいつです。こいつをここにつけてやらんといかんのですわ。
で、ここにつけてやらんといかんのですが、どうつけるかね。こうつけるか。そうか、こうつけるか。こうつけたらあれだもんな。止まりがないもんな。というかつかないんだよね。頭があるから、ここに穴に刺さるようにするか。本来ならばここに頭があるから、ここにはめ込むタイプなんですよ。こういうふうにはめ込むようになってるんですよね。で、それをそのことをそうしようか、切ろうか。これを切って、今見た感じ、これを切ってぴったりはまるような雰囲気があるんで、これを切ってここ削ってやっと。ついでだから、はまるな。うまいことはまりそうだな。で、せっかくなんで、この間を600万でギチッと削ったところね、ビット削って。そしたら取り付け面が出るんでね。で、こいつのここにはめ込んでやればいいということで、ここを切り落とす。で、これをここにこうはめ込んでやれば、だいたい中心が出るという感じになりそうですね。そうですね。そんな感じになりそうですね。それで、こいつはね、こういうふうにはめ込むようになってるんですよ。で、こういうふうにして、位置決めしてやれば、こんな感じでね、ちぎめしやれば、これでくっつくという感じになりそうだね。もうちょいしたか。こういうふうにね、これで継ぎ目ができるっぽいんで、これでくっつくという感じになりそうですな。ね、いい感じじゃないですか。こういう感じね。いやー、悪いですな。悪いですな。悪
丸いトラックになりますな。はい、こういう感じでこういう風になりますんで、まあ、ここはまだ最終的にあれしないといけないと、あとこれまだ装飾がね終わってないので、そこをちゃんとしてやらんというか、でこれは、まあ、G クリアもしくは、あれでくっつけるっていう形になります。なんだったっけ、なんだったっけ、デコプリでくっつけるという形になりますね。最初ね、これもこっちつけとったんですけどね、これつけとったらこれつけてる意味ないなと思って、でもうこっちにつけてやろうと、こっちを先につけて、これで位置決めをして決めた方が早いだろうというふうに思ったんですよ。これで外してたんですよね、という感じでやっていきたいと思います。もうそのことここら辺をガリガリ剥がしてあれしてもいいけどね、接着剤止める、こっちの面もメッキ剥がして接着剤止めるっていうか形取ってもいいと思うけどね、まあその辺はまあともかく、でこの葉が削ったところはもうこれでね、いつものちょっと一回もう一回見てくる、でガンダムこれでね、これ程度の補修だったらこれで十分ねいけると思うんで、ガンダムワーカー EX ね、これ意外と使ってますよ僕は。意外とこういうところは使ったりとか、あとミラーね、ミラーはこれで塗ったりとか結構しますね。全面塗りはさすがにメッキとかに対してねちょっと差が出るんで、きっちり綺麗かって言われるとちょっとそれは疑問ではあるんですが、こういうところの補修とかにはね全然使えると思って僕は使ってますね。しっかり塗ればねちゃんとメッキが出るんで、こんな感じでね、折れた分もうしょうがねえな、しっかりメッキ塗っとこう。はい、とまあこんな感じで、あとはこっちの装飾と、あとナンバープレートもつけないといけないんでね、その辺はやっていきたいと思いますね。まああと本体の方もねまだつけなきゃいけないものはいっぱいあるんですよ。まあその辺はまあ今度この後またやっていこうかなと思います。で装飾に関してはどうしようかね、これねここはもういいか、なんか貼ってもいいけどね、なんか貼るか、なんかそれっぽいもんなんかないかな、ね、ちょっと一回ちょっと掃除それっぽいもんないかね。いいものだな。まあいいか。ちょっとそれっぽいものがあったら貼るようにしますわ。はい、ということで今日はこの辺で、まあこれをねやったっていう感じで、ちょっと埃かぶったな。あとでちょっとエアで飛ばしておきます。はい、じゃあまあ今日はこの辺で、また
なんかね、全然余談ですけど、これがね、すごいガタつくんです。浮いてるんですよね。これと、ちゃんと貼っつけないとダメだな。うん。なんか浮いてる気がする。はい、ということで今回この辺で、また次回お会いいたしましょう。多分次はこっちの装飾かな。これはまた別でやっときます。ということでまた次回お会いいたしましょう。さよなら。